これより東洋システム株式会社の説明会を始めます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは皆さんご参加いただきありがとうございます。これから東洋システムの会社説明会始めていきたいと思います。で、まあ、皆さん東洋システムって聞いたことあるかないかわからないんですけど、どういった会社か簡単にまとめた動画がございますので、こちらの方をご覧ください。東洋システムは二次電池の試験評価装置メーカーです。スマートフォンなどの携帯機器をはじめ、ハイブリッドか電気自動車などに搭載されている二次電池の研究開発に欠かすことのできない評価装置の提供を行っています。トップクラスのシェアを誇る中放電評価装置トスキャットシリーズ、電池施策安全性評価装置トスマックシリーズ、さらにワンストップサービスで行う自宅分析評価によって最先端の電池開発をアシスト。またカスタムメイドに対応した OEM 電池パックや高精度電流センサーなどの自社製品事業も展開しています。福島県いわき市に本社を置き、国内はもとより海外にも拠点を展開、グローバルにビジネスを拡大しています。私たちはエネルギー産業に携わる企業として、新しい発想をもとに最先端技術と環境の調和を目指し、 SDGs の達成に取り組んでいます。バッテリーテクノロジーでもっと自由な未来へ、バッテリーソリューション東洋システム。はい、ご清聴ありがとうございました。動画の中で何回か電池っていう言葉が出てきたと思うんですけど、東洋システムはこの電池に関わるお仕事をしています。で、電池といっても大きく分けると、一次電池と二次電池というものがありまして、一次電池は使い捨てできる電池。で、身の回りのもので言うと、テレビのリモコンであったり、懐中電灯などに使われています。そしてもう一つが二次電池。充電して繰り返し使える電池のことを二次電池と言います。身の回りだと自動車だったりゲーム機だったり、そういったものに使われています。東洋システムはよく電池を作っている会社と思われがちなんですけれども、電池自体は作っていません。この二次電池を評価するための試験装置、こちらを作っています。それでは続きまして会社紹介の方に移ります。で、この中から一部抜粋して説明させていただきます。で、まず女性役職者が 40%、育休取得率が 100% となっており、女性も働きやすい環境が整っております。そして新卒離職率、こちらが 16% となっておりまして、全国の平均がまあ約 30% 程度と言われております。当社はその半分、約半分の 16% と、とても低い数値になっています。よく離職率どうしてこんなに低いのかって聞かれることあるんですけど、まあ、社員同士がすごく仲がいいっていう社風がこの離職率の低さにつながっているのだと思っています。次に月平均の残業時間についてです。こちら 12.3 時間とありますが、まあ、1ヶ月の半分は定時で帰れて、残り半分は1時間程度残業するといったような時間になっております。次に国内外の拠点です。本社が福島県いわき市にありまして、その他にトヨタ事業所、トヨタ評価センター、横浜事業所、大阪営業所、関西評価センター、そしてアメリカのオハイオ州に東洋 USA を設けてあります。で、本社が東北にあるのに、それ以外の拠点は日本地図の下の方に集中しているかなって思うと思うんですけど、
その理由がこちらになります。私たちの主要取引先、こちらのお客様方が圧倒的に日本地図の下の方に集中しているため、お客さんのそばで仕事がしたいということで拠点もそちらに多く設けてあります。でこちらのいろいろ会社名書いてありますが、目通していただくと、トヨタ自動車さんだったりパナソニックさんだったり、皆さん一度は聞いたことあるような大手の企業の方々と一緒にお仕事をしております。それでは続きまして、製品情報の紹介に移ります。当社で作っております製品についてご説明いたします。まず一つ目が重放電強化装置、トスキャットと呼ばれているものです。こちらは試作した電池の各種電気的性能、サイクルや特性を確認するための装置になっております。次に安全性試験装置、電池試作装置、トスマックと呼ばれているものです。こちらはどういったものかと申しますと、電池を試作するための研究開発試作装置、主にですね、電池メーカー様に納めております。性能が確認できた電池の安全性を確認するための試験装置となっております。次に電池パック、国内のセルメーカー様から炭酸電池のようなもの、こちらを購入いたしまして、保護会置き場 EMU というものを取り付けて製造を販売しております。こちらの電池パック、どういったものに使われているかと申しますと、エクモですね、エクモと呼ばれているものを皆さん聞いたことがあると思うんですけど、こちらの方に使用されております。次に、電流センサー。こちらはですね、従来に比べまして、高性能で小型軽量化となっております。次に、各種評価サービス、サービス業ですね、こちらについてご説明いたします。自宅、分析評価、こちらどういったものかと申しますと、当社で、製造いたしました、トスキャット、トスマック、こちらを使用いたしまして、お客様から電池を預かりし、お客様に代わって、要望に沿った内容で、電池の性能試験を実施しております。こちらのメリットといたしましては、まずは設備の投資が不要、それに伴うメンテナンスも不要となっていまして、それに関わる人材ですね、こちらも不要となっておりますので、コストの面からも非常にメリットがございます。こちらですね、お客様の電池開発を強力にバックアップしております。次に当社ですね、新たな事業といたしまして2050年残存性能診断システム、ビルズと呼ばれているものなんですが、こちらの方に取り組んでおりまして、簡単な動画を撮影しておりますので、こちらの方をご覧ください。2050年のカーボンニュートラルに向けて、世界的に EV への注目が高まっています。そこで誕生したのが、東洋システムが開発したバッテリー残存性能診断システム、ビルズ。ビルズは EV 本来の価値を見極め、さまざまなメリットやサービスを生み出し、EV 普及における課題を解決へ導きます。ビルズは EV の充電または放電時にデータを収集し、データをクラウドへ送ることでバッテリーの劣化診断を迅速に行います。特許技術による測定で診断時間はわずか30秒、診断結果は数分以内に通知されます。 EV バッテリーの状態がその場で分かりやすく可視化できるのがビルズの最大の特徴です。バッテリー残存性能診断システムビルズは、まだ課題の多い EV の世界を変えるべく誕生しました。EV バッテリーは車載用の役目を終えた後も蓄電池への転用や希少金属の再利用など様々な可能性を秘めています。 EV バッテリーの本来の価値を見極め、様々なメリットやサービス、そして SDGs に貢献する、それを可能にするのが世界最速の測定速度を誇るビルズなのです。
バッテリーテクノロジーでもっと自由な未来へ。東洋システム。はい、ありがとうございました。続きましてですね、当社の各種制度についてご説明いたします。まず教育研修表彰制度についてです。当社では全部署研修というものを設けておりまして、入社してすぐに配属先が決まるのではなく、同期みんな一緒に事務職、技術職関係なく、すべての部署を回ります。そして4ヶ月目の7月に配属先が決まるようになっております。次に資格支援制度、業務に関わるセミナーの受講費や資格取得費はすべて会社が負担しております。階層別研修、社歴や職種に応じて年に1回研修を設けてあります。特許発明表彰、特許、意匠、実用新案にチャレンジすると表彰を受けることができます。次に、福利厚生についてです。納残業であったり、プチ休暇などを設けております。また、勤務地に実家がない従業員の方へは、月3万円、お給料と一緒に支給するようにしております。ハイブリッドカー購入補助金、ハイブリッドカーを購入する際は、購入時の見積もり金額に応じて補助金を支給しております。表彰制度、年に2回実績を評価し、厚労省や期待しましょうなどの表彰を受けることができます。こちらの表彰を受けますと、会員制ホテルの宿泊券を贈呈されます。社員家族旅行、年に1回社員と社員の家族を招待した社員家族旅行を開催しております。今年は、ここ3年ほどコロナで実施できなかったのですが、今年はこちら開催できるように準備を進めております。では次に採用情報についてです。募集職種はご覧の通りとなっており、技術職、事務職、こちらも募集しております。ぜひこちらに学んだこと、自分が勉強してきたことを一つでも記載されている場合は、当社に応募していただけると嬉しく思います。そしてお給料についてです。お給料はご覧の通りとなっておりまして、賞与は年に2回、業績により臨時賞与が出るときもございます。また、休日、休暇、こちらは毎月第1土曜日を除く週休2日制となっております。その他にも、夏季休暇であったり、年末年始休暇、アニバーサリー休暇など、休暇制度がとても充実しております。東洋システムではこのような人材を大募集ということで、この中に一つでも当てはまることがありましたら、ぜひご応募ください。はい。最後になりますが、東洋システムはあなたの魅力やスキルを開花させることができる最高の舞台です。皆さんのご応募を心からお待ちしております。で最後に、選考のスケジュールについて簡単に説明させていただきます。3月から6月にかけまして、A 選考、B 選考、C 選考、D 選考と4回の選考を設けております。最短ですと A 選考が3月14日締め切りとなっております。内定までの流れとしまして、書類選考、こちらを通過しましたら、アピール選考というのが、ウェブの面接になっております。こちらも通過しましたら、最後に熱意選考、いわき本社に来ていただいて、社長を含む役員さんと、対面の面接があります。そちらも通過しましたら、内定といったような流れになっております。詳しいスケジュールであったり、その他 B 選考から D 選考、こちらのスケジュールにつきましては、マイナビや当社のホームページの方に掲載されておりますので、そちらの方をご覧ください。はい、それでは本日はご清聴ありがとうございました。これで東洋システムの会社説明会を終了いたします。
最後に就職活動中の学生の皆様へ一言メッセージをお願いいたします。就職活動は皆さんの今後の人生を決める大切な活動の一つになると思います。東洋システムの他にもいろんな会社の説明会に参加してみて、ぜひ自分に合うって感じる会社を見つけられるようになることをお祈りしております。これからも頑張ってください。ありがとうございました。これで東洋システム株式会社の説明会を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。